不動産事業も始めていたりもしますし、なんだろうな、あと油も絞りたいんだよな。油絞る事業はなかなかできてないですけど、それも今年動かしたいなっていうものだったり、いっぱいありますよ、本当にいっぱいいろんなものを種まいてます。なので、まあ、それも本当に基本やるしかないので、もういろんなものを種まいてやっていくということは、まあ、変わらずやってる感じでございますね。ゆうせいさん、映画 CM のようなかっこいい映像で日常やイベントを撮る Vlog をやってますと、Vlog がこれから伸びると思いますか？伸びますよ。 Vlog はこれから熱いでしょう。まだ全然あの伸び盛りのチャンネルだと、あのジャンルだと思います。なので僕がこれから新規でやったら Vlog は絶対ね、撮っていきたいなと思いますが、僕自身は残念ながら、でもあるわあるわ、今あの田舎暮らしの Vlog やろうと思ってます。そういえばそうだそれもお金を出してるの忘れた、それも、まあ、もしかしたら多分立ち上がってうまくいくかもしれないって感じで、僕自身も Vlog は、ちゃんとねやろうと思ってます。このチャンネルでやることはないですけど、他のチャンネルを作って Vlog はやろうと思っていますね。なんかね、やっぱりそうだな、 Vlog、 まあでも言っても Vlog も戦い方難しいんでね、海外の事例なんかを見ながら、じゃあどういう Vlog が伸びてるかっていうのをしっかりこう分析していって、やる必要はあるかなと思いますね。うちはそうだな、もう先に言ってしまうと田舎暮らしの Vlog を、やろうかなと思ってますね。でそれはね、あの海外で成功事例がいっぱいあるんですよ。海外の田舎暮らしの Vlog って結構ね、あの伸びてるとこあるんですよね。なので、まあぶっちゃけそれ、はい、パクってというか、ね、まあいい意味で、ね、あのパクっていうのはコンテンツ丸パクじゃないですよ、まあ同じようなコンテンツをいい感じにこう日本市場向けに出して、田舎暮らし Vlog をやろうかなと思っているという感じですね。なぎさんありがとうございます。先ほど声なし動画について触れていましたが、ゆっくり実況についてはどう思いますかということで、これもねリスクありますよね。正直ね、収益化を考えるんだったらゆっくり実況も今実際、ゆっくり実況の人たち収益化止まってるケースあるじゃないですか。誰がね、あの再開した人がいらっしゃるのも知ってるんですが、やっぱりリスクですよね。あえてリスクを犯すことが、あの収益化前提だったら必要はないと思うので、僕だったらどうだろうな、やっぱ自分の声出しますね。自分の声を出していって、あるいは声優さんを雇って、人間がやるっていうことをなるべくやるか、まあ、あるいはもうね、そもそも、YouTube の広告の収益化はしないで、メンバーシップで収益化をしたりっていうことで、まあ、そこでリスクヘッジをしますかね。まあ、基本やっぱり、YouTube のアルゴリズムってすごくこう厳しいので、なんかよくは悪いことしなくてもなんか収益化止まるんですよね。だからそのリスクを考えてやっていくしかないかなという感じがしますね。モーリーさん、ルネサスどうでした？すごいな、これルネサス。ルネサスって皆さん分かりますか？僕最初に勤めてた会社がルネサスというね、半導体のメーカーなんですよね。半導体のメーカーで今もうがっつりリストラをしていて、また今経営不振になってますかね。僕が入った当時は、一応合併した段階で社員が5万人いましたが、今2万人切ってるかな。なんで多分都合3万人ぐらい減ってますよね、あの会社ね。やばいですよね、3万人ですよ理想でこの10年で、そういう会社にいましたが、まあどうだったかというとね、まあなんか、まあそれはそういう会社だよなっていう感じの会社でしたね。まあ残念ながら本当に大企業って感じ、もう本当にもう典型的大企業でしたね、あそこはね。なので、まあそこの経験は、まあ、特にプラスにはなってないですね。まあいい仕事には恵まれて、上司にも恵まれたんで、それよかったんですけど、まあ、そんなすげえ学びがあったかっていうと別にそうでもなかったんで、まあ、早く辞めてよかったなという感じがしますね。あとは何かあるかな。そうだな、これコピペこれちょっとありがとうございます。この人あれなんですごいね、こんなんかいろいろボットみたいのがいるんですね。ちょっとこの人は消しとこうかな。ちょっと話疲れたので、おい消しときます。あ、タイムアウトしちゃった。この人は表示しない。 OK。あと何かな、株の投資もっと教えて。まあ僕は教えられませんよ。僕正直全然株はあのできていないっていうか、あの去年も損切り200万ぐらいしてますからね損切りめちゃくちゃ知ってるんでね、全然僕は株投資はできません。あの株の投資は分かんないですけど、とりあえずインデックスファンドは買ってる。インデックスファンドを買うのがいいんじゃないかなと思いますね。やっぱ基本的にはめちゃくちゃ難しいので、あえて株の投資をね頑張る必要はないんじゃないでしょうかね。まあ基本的には株をわざわざ買うっていうよりはね、インデックスファンドを買ったりとかね、よりね安心安定したものを買った方がいいのかなと思います。なんか結構なんか何ですか、なんかあれ、なんかコメントにゴミがいっぱい入ってきますね。なんだろうこれ、外人のユーザーみたいなの顔で同じコメントしてくる問題があるんですね。これも勉強になりますね。ちょっと今一個一個ポチポチとモデレーション消してるんで少々お待ちください何これ、まさかこれアンチの嫌がらせ、アンチの嫌がらせなんですかね。これアンチの嫌がらせなのこんな嫌がらせあるんですかね。これは違いますかね。これ荒らされてるのかな。まあ多分ある程度今1500人ぐらい規模があるんで、おそらくこれ自動で多分海外の人たちが勝手にこう来てるんですかね。これああすごいね、いっぱいスパム来ますね。いやちょっとすいません皆さん、今ちょっと今お掃除します。お掃除、これコメントができなくなっちゃいますね。最近多いんですね。おおそうなんだ。これ何の利益があってこんなスパムやるでしょうね。これあんまり意味がよくわかんないですけどね。まあまあまあ、おスパム、そうなんだ。お掃除もうでも大体消えたかな、これで。
多分消えたと思います。こんなスパムがあるんですね。お、これは勉強になりました、ありがとうございます。謎ですね、謎のスパムですね。多分特に利益がなさそうなスパムですけど、はい、多分大丈夫だと思います。消えました。へえ、そうなんだ、ありがとうございます。もうなんかこうやってるの1500人ですよ、1500人。ふう、すごいですね。もう僕これ50分話しますよ。いやでも結構いきますね。全然いけるな、これは面白いわ、やってて。はい、ありがとうございます、本当にね。いやすごいですね、もうそろそろ1600人になろうとしてるという感じで、こんなにこうやってね、こう人が見てくれるっていうのはやっぱり革命的なものがありますよね、本当にね。あ、まだいる、あ、またいた。もう何これ、もうこれ何これ、皆さんの、これ皆さんの、あ、これ誰かモデレーターがいたら消せんのかまあいずれちょっと慣れてきたら、まあ、あの消す人を任命して、あの皆さんに消してもらうということも今後はやっていこうかなと思いますそれ便利ですね。そうなんだよ、これ勝手にこうなってくるんだね。そうですね、あ、すいません、話が流れが逸れてしまいましたが、もちあらびさん、もちあらびさんのコメントいこうか。動画編集はどう思いますか。多分稼げるかどうかって話なんでしょうけど、動画編集まだまだ稼げると思います。これからまだマーケットの伸びていくので、言うてもね、まだ本当に YouTube 参入できていない、参入しようかなと思ってってしてない人って結構いるんでね。でしかも予算持ってるところたくさんあります。なので、今のうちに、しっかりそういう人たち、これから入ってくる予算を、受注ゼロで問い合わせをわざわざこっちからね、だから3000円のためにしなきゃいけないみたいなことが発生してしまうので、そういうところが、これは給料上がんないと思います。ぜひ気をつけてほしいなと思いますね。あとは何があるかなカルピスは何で飲んでるんですか。乳酸菌摂取できるからいいんですか。そう、カルピスはね、これね、改善します。これは要改善ですね。まあなんとかここに持ってるんで、がんこくかかおてかかくかかく、ありがとうございます。なんかすげえななんかめちゃくちゃ特大の投げ銭をもらったところで今カクカクしてる、大丈夫かな。特大の投げ銭をいただきましたが、すごいですね、これ1万円の投げ銭をいただきましたね。すごいですね。防災関連か、ありがとう。まあ防災関連の情報ね、いやこれすごい、ね、投げ銭もありがとうございます。そうですね、まあ、防災は怖いですよね。多分これからそうですよね、真面目に発信した方がいいんでしょうね、僕らみたいな人がね。本当うちはね、防災は結構ガンガン、衰退はチャンスということで、高知に来ました。でも最近高知やっぱり人気出てきていますよね。うわすごい、そう、アラサー健康チャンネル、アラサー健康チャンネルの方なんかもね、なんか高知に移住してるんですよ。そう、あそこチャンネル登録者数うちより多いですよ。17万人ぐらい今いるんじゃないですかね。アラサー健康チャンネルの方なんかも高知に来てるんで、やっぱりね、地方移住はもうある意味当たり前になってきてますよね。地方移住すごくいいので、これね本当にお勧めしたいと僕は思うんでね、それはねぜひね、伝えていきたいかなと思いますね。いいね、自動車業界メーカー販売の近未来について店舗をお聞かせください。ますかね、ナビのくせに。なんでナビが20万もすんだよみたいな感じやね。iPad 買んじゃん、iPad Pro 買んじゃんみたいな感じですよね。スペックとはね、そういうものしか問われてないけど、これからもしかしたら、ユンボとかもね、自動運転になっていって、こう、ショベルやった方がいいなって感じのレベルなんで、多分家を作るとかだったり、あとは壁を塗るとかね、なんかそういう系の手仕事、職人っていうのは、僕の経験上やっぱなくなんねえかなと。ベンチャー企業は13ヶ月いたんですが、13ヶ月もいる必要なかったっていうのはね、まあ未だにちょっと後悔する部分が本当にある。これはよくわかんないかもしれないですけど、やっぱね半年ってでかいんですよ。結構ね、僕はサラリーマンやってる最後の半年とかね、もう正直無駄にしてた。あれはね、あの半年間はね、会社にとってもね、僕があんまり意味なかったっていうか、なんかね、要するにあんまモチベーションがなかった。少なくとも働く僕としてもあんまりなんかこう、この会社勤めても微妙だなと思ってたし、僕自身もその会社の中でもね、あんまりなんかすごく自分自身いい仕事できる実感がなかったんですよ、その最後の半年間ね。最初の半年間ね、すごく僕は貢献できたのって自覚があるんですが、そこのね半年間ね、もうお互いのためにもさっとやめた方が良かったですよね。半年ってすごいバカにならないです。だからもしね、半年早く会社辞めたら、うちの YouTube チャンネル多分今25万人ぐらいいるかもしれないっていうことですよ。もう少しでもね、やっぱ早くね、動いた方がいいかなという感じでね、そこは本当にバカみたいですけど、半年早く会社を辞めればよかったってことは本当に後悔をしてるっていうのが、ね、まあ、これが一番でかいぐらいですかね。うん、ブラシストックさん、ありがとうございます。出馬してください。いやー、出馬しないよ。政治家とか絶対やりたくないよ、本当にね。政治家やりたくないな。政治家だけはやりたくないので、まあ、僕が政治家になることは絶対ない。あんな面倒くさいこと絶対やりたくないですよ、本当に。もうね、僕もね、地方にいるんでね、地方議会の話とかね、いろいろ聞きますからね、まあ、地方議会はまずクソでしょ。地方議会がクソってのはもうクソ。もうひどい。ひどすぎる。別に僕が言ったのをね、こうブロックされてしまうっていうのはね、なんかあんまりハッピーではないと思うんですよね。だって会社とかで考えてみたらね、若手が例えばね、この事業どうしてもやりたいんですって言ってね、上司がぶつぶすってなんか嫌じゃないですか。でそこなんかもうちょっとコミュニケーション取って、なんかこうなんか、あとは何かな、
そうですね、どうすればそんなにスラスラ噛まずに話ができるのですか。これは練習ですよ。鍛錬の賜物でございます。鍛錬の賜物しかない、これしかない、これしかないですよ。もう練習ですよこれ。本当にね、もう普段からやってますからね。僕は一応こうあることないことをペラ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 話すの得意なんですよ。得意っていうかね、もうずっとやってますからね。僕はね、独立した時はもともと実はこういう講演業とかね、なんかパネルディスカッションでお話をするみたいなのが結構仕事の中心でした。だから週にね4回とかね、人前で2時間話すとかっていうのをやってました。今やってることあんま変わらないですよ。だから僕は結構ね、2時間ぐらい人前で話すっていうのは全然できます。でサラで何もなくても話すっていうのはもともとやってたんですよね。もともとやってたのでできるっていうだけの話で、だから練習です。でもちろん最初はできませんでした。もう覚えてますよ、最初にこう人前で立って話した時はね、もう全然でしたよ。もうドッキドキの城の戻りでね、資料も用意してたけど全然読めなかったの、よく覚えてます。いやあれから考えるとめちゃくちゃ成長しました。もうどんだけ時間を割いたっていう、ね、どんだけね、あと仕事にしてきたか。やっぱりお金を取ってちゃんと人前で話すっていう経験をひたすら積んできたんでね、それはまあプロ意識が芽生える、自分はプロだっていうある種のこう自分に対する刷り込みですよね。それをね、もうもはや僕は持ってます。だからね、こうなんだろうな、こうそれがこう皆さん多分伝わるんでしょうね。僕は話すのプロですっていうのをね、多分皆さんがね、こうなんだろう、僕がそう思い込んでるから皆さんがそうやって、ね、感じるっていうことがあると思うんですよ。これ多分ね、皆さんが配信をやれば分かると思う。多分ね、初心者とか素人ない会社に勤めてるんだったらさっさと辞めてアルバイトでも本当に居酒屋バイトでもいいので、とりあえずなんとかそれで食いつないでいった方がね、なんか健康的じゃないかなと思うんですよね。大体やばい会社って時給換算したらなんか下手なバイトより安いじゃないですか、そもそも。なので、まあ、冷静にまず時給換算をしてみてね、これひょっとしたらコンビニバイトの方が収入多いぞみたいなことが分かったら、もうすぐ会社辞めて僕だったらバイトします絶対。でそれバイトしながら、自分のね仕事を作っていくってことをね、まあやるでしょうね。やっぱりやばい会社本当にね、やばい会社本当にやばいですよね。本当ドン引きするぐらいの話をやっぱりたまに聞くんでね、そういう会社でね、働くぐらいだったら、まあとりあえずバイトで食いつないでってことをやるのがねいいのかなと僕は思いますかね。悩みはありますか？ありません。ありません。一切ございません。一切ございません。悩みというものは何でしょう？悩みって何だろうって感じがしますね。悩みっていうのはね、何なんですか？悩みっていうのは何なんだろう？やりたいことは、やるべきことが分かんないっていう状態が多分悩みなんだと僕は思うんですね。もう一回言います。悩むっていうのは、やるべきことが分かっていない。自分がどういうふうに行動すればいいか分からない。それが多分悩んでいるっていう状態だと、僕は解釈をしてるんですけど、僕はね、やるべきこと分かってるんですよ。何をやるべきかっていうのはもうクリアに分かってる。もうそれ以外逆になんだろうな、やるべきことも分かってるし、やるべきではないこともよく分かってるんで、だから迷うことがないでしょうね。で多分ね、ほとんどの人、悩んでしまう理由っていうのはね、おそらく なんだろう、こうやるべきことが分かってないんですよね。要するにね、やるべきことが分かってない、どういうことをね、常にこう自分で信じていくっていうことができれば苦労しねえよと思うかもしれませんが、それはもうなんだけど、まあ応援してくれるんですよ。だからそこがね、やっぱすごくいいですよね。そこでまあ他の僕が戦ってるそのね、戦場でどれだけ僕が孤独であろうがね、家に帰ったらね、全然ね、大丈夫ですよ。もう普通にうちの妻もね、子供も楽しくいるんでね、もうそれで OK という感じで、だから僕はね、孤独に戦うことができて、それがだからメンタルの強さっていうところにも関係してくるのかなと思います。だから起業家の方とかね、絶対ね、僕はね、起業家の方は絶対パートナーいた方がいいと思う。本当にだって孤独すぎるもん、起業って。なのでね、まあそういうことも考えてほしいなと思います。いますかね。もずくちゃんありがとうございます。ポンド、あ、これポンドか、すいません、ユーロじゃねえ、ポンドだ。ウーバーイーツデリバリーのおかげでうちのレストランに来る客が激減してます。そうですね、ウーバーイーツに、そうですね、ウーバーイーツの値段をお店の値上げをしようとするウーバーイーツから文句言われます。これから外食産業はどうなると思いますか。これはすごいですね、珍しい立場ですね。レストラン経営者側の立場でウーバーイーツってちょっと迷惑だよみたいな話ですよね。これはまあ新しいビジネスモデルが出てくるとどうしてもこういうことってありますよね。もうでもね、答えを言うと対応していくしかないですよね。多分まあ特に今コロナの話もありますし、外食で食べてきたものを家の中とかオフィスで食べるっていうのはね、大きなトレンドになってますよね。なんていうんですか、内食とかいうんですかね、まあそういう感じで、今までわざわざ外で食べていたものですから非常に厳しいっていうのがね現実なので、中山間地域、田舎の農業はもうほぼ厳しくなるんじゃないかなと思いますね。まあ例外的にね、うまくいく地域はあると思いますが、全体として見ると田舎4月に出るっていうので、それを今ライブ配信用で使おうかなと思ってて、次もう一個だから iPhone、新しい安いのが出たら買おうと思っていて、でまた iPhone 次12になるんですかね、12が出たらそれも買おうと思ってます。なので iPhone だから3台400人ぐらいの人の前でこうやってね、カメラを通して話すっていうこの経験、そして、今回ね一応1時間半ぐらいやります。なんかねやっぱライブ配信これね、慣れてない方も多いと思います、僕も含めて。結構ね皆さんに、ね、長いんですよ。
1時間半とかね、2時間とか平気で3時間とか、もう人によってはね、めっちゃとっちってしまった、ライブ配信ドキドキしますね、やってるとね、今日はね、久しぶりのライブ配信ということで、ちょっとお話を、1時ぐらい前かな、時間取りました、ちょっとね、時間が取れました普段あんまりこんなね長い時間ライブ配信は今日はしないんですけど、これ、ね、はい、頑張ってやっていこうかなと思います。おー、すごいな、どんどん来る、やっぱこれメインチャンネルだねすいません、なんかあのね、昨日サブチャンネルで実はライブ配信をね、35分ぐらいやってみたらね、ものすごい面白かったんですよ。で、面白い、ありがとうございます、皆さんすげえ来てる、やっぱメインチャンネルの方がすごいな。サブの方でやったらね、結局200人ぐらい来てくれたんで、それでね、ちょっとまあこれもっとメインでやったらどうなるかなと思ったら、もう200人超えてんじゃん、ありがとうございます。やっぱりメインチャンネルやった方が、たくさん集まるんだなということで、ありがとう、すげえ、何これ、めっちゃコメント作れ、これありがとうございます、マジで皆さんありがとうございます、マジで、いやーこれすごいな、ありがとうございますとしか言えないんですが、ライブ配信をちょっとねやっていこうかなと思うんですね。まあ長い時間なんで1時ぐらいまで1時間半ぐらい、まあだらだらとね、ちょっと実験的にやってみようかなと思いますので、ちょっと僕の方もね、カルピスを飲みながら、はい、カルピスを飲みながらのんびりやっていこうかなと思います。ちょっとね、部屋が寒いんでなんか、鼻水が出るんですが、よろしくお願いします。今日の、まあ、話題は何かっていうと、まあ、最初になんかこう簡単に話題出しをしようかなと思ってるんですが、やっぱり、ね、勉強した方がいいなという話をいつもしてるんですね。池早大学と言ってますが、なので、うちの池早大学もね、皆さんがなるべくやっぱ勉強してほしいと思ってるんですよ。すごいなんか上から目線であれなんですけど、まあ、やっぱ勉強しないとダメだということはね、きっと皆さんも分かってるでしょう。なので、今日はね、勉強の話をしたいと思ってるんですが、社会人の勉強って難しいですよね。まあ、資格の勉強したりとかね、あとはまあ本を読んだりっていうのがまあ一般的なんでしょうけど、それだけではないなということをね思うんですね。早速投げ銭ありがとうございます。これ投げ銭機能オンになってるのか、ありがとうございます。で、じゃあどうやって勉強したらいいのっていうことをね、今日は話をしようと思うんですが、もう実はこれなんですよ。これ今僕はまさに、勉強してます。ということかというと、今ね僕ライブ配信の勉強してるんですよ。これ皆さんね、ありがとうございます、僕の勉強に使っていただいて。これね、やってみると分かんないですよね、こういうライブ配信の話みたいなものはね。昨日ねちょっと実験的に本当にね、なんとなくライブ配信やってみたらすごい面白かったんですよね。でそっからこれ多分ねライブ配信めちゃくちゃ奥が深いなっていうことがねやってみて分かったんですよ。で分かっで、でもその奥が深いということ、その井戸の底がすごいあるということだけが分かっただけの話で、自分でその井戸を掘ってもないですし、その井戸を掘ったら何が出てくるかもよく分かんないですよ。水が出るのか、はたまたなんか泥が出るのか、なんかもしかしたら油田なのかみたいな。比較としていくらね、こう理論的にこう積み立て投資がどうのこうのとか、ドルコスト平均法がどうのこうのとかね、なんかこう逆算像がどうのこうのとかっていくらね理論を学んでもね、やっぱ自分でね実際に投資しないとね、それはねやっぱ学びにならないんですよね。20平米ぐらいあるのかな、まあ、すごいバカでかいですね、バカでかい田舎、まあ、高校生は何をすべきか、そうだな、学校に行かなきゃいいんじゃないですか反社会的勢力みたいなね反社じゃないですけどね、まあ、でも学校行かない方がいいんじゃないですかね、変に、学校変に行かない方がいいというのは僕は本当に思いますね。高校も、まあ、まあ高校はまあ言うても選択肢はあるんでね、まあまあいろんな学びの選択肢はあるんで、まあ、無理にねこう僕が学校に行かせる必要はとりあえずないと本当に思っています。でそして、まあ、良くも悪くもかもしれませんが、今回のコロナ騒ぎはね、なんかそれを、まあ、結局みんな気づきましたよね。もう別に家で勉強できるじゃんと、でいい YouTube 動画見てたらとりあえず座学の部分は全然大丈夫だと。でそこからもちろんねプラスのコミュニケーション部分とかも必要なんで、それをじゃあどうすればいいかっていうことはね、まあ、今後考える必要はありますが、少なくともでも座って先生のね授業を聞くっていうのはねあんま意味がないよってことは分かりましたよね。うちの娘が今ちょっとね、教育でやってるのはね、アプリで勉強してるんですよ、実は。キュビナっていうアプリ知ってますかね。先日小学館が買収したキュビナというね、アプリがあって、あれは AI が入ってるのかな、人工知能が入っている数学、算数のアプリでね、すごいよくできてるみたい。伝わってるかな、いいとこ話して。僕はね、モテませんでしたからね。素敵な話したから落ちちゃったかな。また落ちてるから大丈夫かな。僕がね、結婚したのはね、妻だけじゃねえよ、間違えたよ、付き合ったことがあるのは、妻だけです、妻だけなんで一人のね、彼女とずっと添い遂げてるということでね、はい、ここに結婚指輪がありますよ、結婚指輪抱えてという感じでね、はい、まあそんな感じですよ。だから恋愛観って何でしょうね。まあでもあるやっぱり今、まあ、言うと僕33歳でね、やっぱ周りの人たち見てるとですよ、
なかなか結婚できてない人います。で、結婚したくてもできないみたいな人見たことたくさんありますが、なんだろうな、思うのはね、こう思うのはこう結婚することがゴールではないですよね、少なくともね、というのはすごく思います。で、やっぱり結婚した後の方がめちゃくちゃ難しいんですよ。結婚した後って大変ですよね。これ結婚した人みんなうなずくでしょ。結婚した後が大変、もうすごい大変まあそれやっぱり違う人間がね、まあ一緒に暮らしていくって本当に大変なことですよね。それは別にうちと僕の妻が夫婦なんか悪いとかそういう話ではない、もう一般論としてで、ね、まあめちゃくちゃ大変ですわ。それはうちのね、僕も妻も付き合って、お互い好きで、ね、結婚してますけど、で子供3人いますよ。でもね、それはね、まあすり合わせることいっぱいありますよね。もう本当に日々すり合わせの日々って感じですよ。今回のこのコロナ騒動とかもそうですよ。どっちかっていうとね、僕の方が例えばリスクは取って生きやすいタイプで、あんまり心配にならないタイプなんですよね。で、うちの妻の方がよくも悪くも心配性な部分がちょっと強いで、よくあるじゃないですか、そういうことってね。男性の方がなんかこうね、もうどんどん行こうよって言って、奥さんの方がちょっと、本当に心配だよみたいなことを言うのに本当によくあると思いますが、うちもそんな感じでね、だからコロナ騒動に関してもね、こう今日は外出すべきかどうかとかもね、結構まあ揉めるまではいかないんですけど、なんかこうね、意見が合わないですよね。で、そういう時に何やっぱ喧嘩になるわけじゃないですかなんでだよみたいなことをね、当然お互い言い合うわけで、もうその繰り返しですよねずっとそれやってるみたいな感じで、まあもうしょうがないよね、そういうことがね。でもううちもだから結婚もうちの妻と一緒にこう、まあ、暮らし始めてもう10年以上経ってるんですよ。で、10年以上経ってるけど、まあそういうことはやっぱりズレが出てくるんですよね。そのある種コロナみたいなものに対するリスクの感覚がまた違うとかね、まああと金銭感覚も、まあ金銭感覚がそんなズレはないかな、金銭感覚じゃあまあ変わんないんでそこはいいですが、まあ、子供の教育に対するある種の価値観、僕だったら例えばそのうちの娘とかには、ね、もうバリバリ商売を教えたいんですよ。商売、もう金の話を教えたい、とにかく金の話を教えたいって言っていつもね、うちの娘に金の話ばっかりしてるんですよ僕は。で、それをうちの妻はちょっと嫌がってるちょっと嫌がってる、まあ、それも価値観ですよね。もうしょうがない、そういうことってよくあるじゃないですか。だからもうそれはしょうがないですよね、なのでまあ仕方ないかなって感じ、お子さん3人ですか、何人まで欲しいですか。いや、子供はいっぱい欲しいですが、もうさすがにうちの妻がサムネイルとか動画編集で食っていきたいっていうと、昔に比べるとハードは上がりました。だからこういうことですね。だからそこでしっかりこうね、多分半年ぐらい前とか、あるいは1年ぐらい前にこう行動した人っていうのはね、すごく今楽に稼いでます。で、うちのサムネイル担当のゆうすけさんなんかもね、僕が発注を始めたのがちょうど去年の今頃です。3月でした。で、3月で1年いいんじゃないですかね。ガソリン車というか、やっぱりこれ今ね買うんだったらね、自動運転ついてる車買うといいと思いますよ。自動運転、うちからね、もう地方自治体から見放されていくようになります。もう住みたければ自己責任で住んでくださいっていうことになるんですね。というかなってます、すでに。これは本当にね、僕が住んでる自治体の隣のところはもっとね、結構衰退が盛んというか、衰退が盛んっておかしいですよね。衰退が意味があるのかということは結構ね、微妙なフェーズにもなってますし、こっからじゃあ追加のね、金融緩和、日本何ができるかっていうとね、マイナス金利またじゃあ深掘りするのっていった時に、それもじゃあ実効性あるのっていうことをね、当然問われてくる中で、日本がこれからね、景気後退になってくると。で、景気後退に来る時に金融緩和をしなきゃいけないって言った時に、その金融緩和がね、なんかどこまで実効性あるものがあるのっていうのがね、僕の疑問で、多分ないです。なので、じゃないですかね、まああんまり別に Excel できるか何かって話ではないですけど、そんな難しくはないんで、やればいいかなと思いますね。FX でアリガニ全部溶かすんだよって誰に言ってんだこれFX、 僕は一応 FX で5ドル持ってますけど、今5ドル結構マイナス食らってるかな。まあでも売るつもりはないので、まあそのままかなって感じがしますね。なんかあるかな。僕の好きな本は何ですか。好きな本か、今ここ実は結構本があるんですが、どう、まあ、好きな本難しいな。今例えば今すげえ手元にこんな本がありますね。これバイオハッキングという本でね、これ面白いです。今なかなか実は面白いっていうのはなかなか進まないんですけど、も考えてるんですが、これですよ、これ分かったYouTube ですよ、 YouTube ライブですよ、 YouTube ライブ面白いですね。多分ね、ライブをやりだすんじゃないかな、みんなね。僕が知る限り中田敦彦さんとかライブあんまやってないですよね。すみません、僕あんまり実はね、他の人の YouTube あんま見ないですよぶっちゃけるんですけど、あんま見ないんで、実は中田さんやってるって言ってる、すげえ非常に申し訳ないですけど、あんまやってないですよね。大悟さんはめちゃくちゃやってますよね。大悟さんもむしろ元々ライブ配信の人ですよね。なのでやっぱり大悟がね、ライブ配信であれだけ成功してるっていう
のはね、僕は今これね、すいませんね、もうめちゃくちゃドヤ顔で言うんですけど、ライブ配信の意味が分かりましたよまだね、最近始めたばっかっていうか、昨日始めたばっかですけどね、うん、やっぱライブはやっぱ強いですね。今これ今だって1300人ですよ。1300人ってどこ埋まりますか。やばいですよね、すごい勢いでこうやって人が見てくれることを今気づきました僕は、だからね、これ多分長尺動画なんかで、ね、なんかこうチャットの文化っていうのを作っていくのがやっぱライブ配信の醍醐味で、うちはまだ、ね、それがないかってますね。だから株の話、株価が動くっていうことだったり、あとはまあインデックスファンドを買ってなので、まあ親御さんがね、もしもね反対していたとしてもあまり気にしないでしっかりこう前に進んでいく、これがね重要なのかなと僕は思っていますね。まあ参考になれば嬉しいです。さっきコメントいただいてますね。5ユーロの投げ銭はありがとうございます。ユーロかいありがとうございます。もずくちゃん、今からアフィリエイト始めるならサイトとブログどっちがいいと思いますか。ブログは無料ブログで収益なしで遊べて3年ぐらいやっています。毎日更新できます。フォロワー数630人です。サイトアフィリエイトやったことがないですということですね。まあ、これいきなり質問ぶっ飛ばしますけど、今からやるんだったら YouTube の方がいいですよ今からやったら YouTube がいいんじゃないかな。やっぱ YouTube はねすごい稼ぎやすいです。圧倒的に、他の、ブログとかに比べるとね、やっぱ立ち上がりが早いですね。なので、まあ、どうせやるんだったら今、ゼロからやるんだったら YouTube の方がいいかなという感じはしますね。で多分そっちの方が可能性があります。結局サイトアフィリってどうやって集客するかっていうと、まあ、基本的には SEO じゃないですか。で今 SEO 検索エンジンからお客さんを集めることってすごく、一般論的に言ったら難しくなってます。なんで難しくなってる中で、あえてその難しいところにコミットするよりは、僕は今波に乗ってるとかね、結構アルゴリズム的に優遇されやすい、YouTube の方がね、まあ素人がこれからゼロからやるんだったら、伸びやすいのかなと思っていますね。ということで、まあ、ぜひ YouTube チャレンジしてほしいなと思います。はるたるりさん、ありがとうございます。日本の小中学校の義務教育制度についてはどう考えてますか。いいですね。まあね、まあ基本的に日本の学校は全然ダメダメだと思います。でもうほぼダメ、 99% ダメじゃないですか。ダメだと思います。ダメです、全然ダメです。なのでしっかりこうね、親として、もしね皆さん子供